ダイアン・キートンはアメリカ合衆国の女優、映画監督、映画プロデューサー、脚本家、カリフォルニア州ロサンゼルス出身。1977年のアニーホールでアカデミー主演女優賞を受賞した、舞台劇プレイイットアゲイン、サムで共演中のウディアレンと共に、カリフォルニア州ロサンゼルスにてダイアンホールとして生まれる。父親は、 アイルランド系カトリックの背景を持ち、母親はメソジストであった。1963年に高校を卒業し、オレンジコースとカレッジに通うが1年で中退して、マンハッタンに移る。俳優協会に加入する際、すでにダイアンホールで登録があったため、母親の旧姓からダイアン・キートンで登録する。ニューヨークのネイバーフットプレイハウスで演技を学び、ブロードウェイのミュージカル。 ヘアーに出演。1969年2月、ブロードウェイで行われたウィアレンのプレイイットアゲ a ンサムの舞台に出演。同作品は1970年3月まで453公演開催され、キートンはトニー・ショーにノミネートされた。1970年、二人の誓いで映画デビュー。この作品における演技が、 フランシス・フォード・コッポラの目に留まり、ゴッド・ファーザーのケイ・アダムズ役に抜擢された。1972年、プレイ・イット・アゲーン、サムの映画版、ボギー。俺も男だに出演。その後アレントは講師に渡たるパートナーとなり、彼の多くの映画に出演。1977年のアニー・ホールでアカデミー主演女優賞を受賞した。ブロードウェイのオーディションを受けた時に出会ったウディ・アレント。 交際するは後に別れる。1979年からレッツで共演したウォーレン・ベーティと交際していた。その後、アルパチーノとも交際していたことがある。これまで結婚歴はなく、50歳を過ぎてから取った養子が二人いる。ありがとうございます。